大田鉄道2690型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、大田鉄道が1896年に、アメリカのピッツバーグロコモティブガーワークスで2両を製造した、2気筒単式で、飽和式、車軸配置0から6から0のサイドタンク式25トン級蒸気機関車である。本形式は、 同じピッツバーグ製の鉄道千1350系の固定軸鏡1フィート縮めた大きさで形態的にも同調している。道輪もピッツバーグ製の特徴である補強用の水かきが付けられた重々しいものであった。大田鉄道では A1 型と称したが1901年の営業上等を経て1927年に 水戸鉄道が国有化されたのに伴い鉄道小席に編入され、六6 9 0型と改版された。しかし、これは書類上のもので、現社の改版は行われず、私鉄時代の番号を付けたまま処分された。1929年には、2両とも五個電気鉄道に譲渡され、同社の1、2となった。このうちには1940年に、 東北本線岡本駅から分岐する高崎板上の専用鉄道へ譲渡され、1955年、ゴロ廃車された。一も1941年に C25 型に改称された後、1947年10月に東の鉄道に譲渡された。東の鉄道でもそのままの番号であったが、予備車的扱いで動く機会は少なかったという。 本機は1956年に除籍され、一説には富士流工業に譲渡されたというが、詳細は明らかでない。ありがとうございます。